はい、それではですね、2016年度の刑事訴訟法に入ってまいりましょう。はい、さあこの問題を見てください。さあ事例があります。そんな長くないですね、事例に関してはね。で、問題というところです。はい、括弧1、下線部1の逮捕は適法かということです。下線部が書かれているんですね。で、括弧2、下線部2のレシートにつき検察官が X が犯行現場にいたことを立証趣旨として証拠調べ請求した場合、このレシートは伝聞証拠に当たるかということです。はい、かなりオーソドックスな問題になっていますね。で、かつこれ刑法と違ってね、何がいいかっていうとですね、この事例の中から下線部ですよね、下線部に関して検討すればいいので、その刑法みたいに自分でね検討しなければいけない行為を見つけなければいけないわけではないということなんですね。なので、そんなに時間はかからないものだし、かけるべきでもないところになります。まあ、刑法と一緒にやるわけじゃないんですけどね。はい、よろしいでしょうか。なのでですね、丸1の部分を見るともうね現行犯人として無令状で逮捕したというふうに書いてあります。なのでもう答案の大枠が決まります。ね、もう言わずもがななんですけど213条と212条ですよね。はい。現行犯逮捕というのは何人でもできるというのが213条に書かれています。で、現行犯人というね、その213条に書かれている現行犯人の要件規定として212条1項2項があります。はい、ですからメインは212条の1項と2項の検討なんだということになりますよね。それから括弧2です。はい、X が犯行現場にいたことの立証趣旨としての証拠調べ請求、伝聞証拠ということですね。この伝聞証拠に関してももうね、この形式説というものをね前提に内容の真実性が問題となるのかどうか、ここをしっかりと考えていけばもうねできるようになるということになります。でそこは難しいんですけどね。はい、この問題ができるようになるとですね、予備試験や司法試験の伝聞も一応ね考え方としてその方向性っていうのは間違えないようになりますので、ぜひねチェックをしていきましょう。はい、というところでまず第1の括弧1の部分ね、元案例の方も入っていっちゃいますけれども、はい、P は X を窃盗ね未遂の現行犯人として無令状で逮捕したというふうに言っています。でその上にね、これはですね V さんという人がいて、このですね110番通報というのがあって、それで駆けつけた警察官地方警察員がいるということです。つまりこの事案というのはどういう事案なのかというとですね、逮捕したこの司法警察員 P さんっていうのが犯行現場を減認していないんですよね。減認していませんということです。はい、で実は現行犯逮捕ってね、皆さんが警察24時とかで見るものとかっていうのも現行犯逮捕じゃない場合って結構あったりしますよね。なのでですね、ある程度ですねこの現行犯逮捕というもの、準現行犯逮捕含むね競技の現行犯逮捕なんですけど、これは通報とかねそういうものがあった場合を含んでるなってことは頭の中に入れておきましょうね。はい。特に212条の2項なんていうのはこれはもう前提としてですね、この逮捕者が減認してないような場合っていうのを前提として当然にね目撃者のですね供述っていうのをね聞くことができるというような状況にありますからね。ただし1項の現行犯逮捕に関してはですね、この目撃情報というものは補充的に考慮し得るというのが一般的な考え方ですから、そこはしっかりと押さえていきましょう。はい、そのような形であとは枠組みをしっかりと押さえていくということになります。回答例の方を見てまいりましょうね。はい、問題1の部分です。本件逮捕は適法かということで、P は逮捕状の発砲を受けていないから X を逮捕するためには現行犯逮捕または準現行犯逮捕の要件212条1項2項を満たさなければならないということで213条ね。はい、じゃあ1項から見ていくということです。現行犯逮捕の対象は現に罪を行いまたは行い終わったものであるということです。はい、趣旨からすれば誤認逮捕の恐れ、というところですね。これが書ければ十分です。で具体的にはということです。ここがちょっと長めに書いてあるんですけど、ここに関しては法律論としてねやっぱりこのぐらい必要かなというところなので、これはもう抑えちゃいましょうね。はい、特定の犯罪が現に行われていることまたは行われる直後であること、これは現行性または時間的接着性ということです。および犯行が行われていることまたは行われることが明白であること、被逮捕者がその犯人であることが逮捕者自身にとって明白であること。はい、いわゆる犯罪および犯人の明白性ということですね。この括弧の中で押さえておけばいいです。犯罪の現行性または時間的接着性と犯罪および犯人の明白性、逮捕者にとってね逮捕者自身にとって明白であること、これは押さえておきましょう。はい、でさらに現行犯逮捕の上記共有理由を踏まえれば犯罪及び犯人の明白性の判断にあたっては時間的場所的接着性を基本としつつですね、犯人との外見挙動犯行状況犯罪の痕跡の有無等も考慮されるべきだということです。さらに逮捕者がそれまで得ていた情報も含めて判断していいけれども、被害者の供述や犯人の自供は補充的に考慮しうるにとどまるということですね。はい、これは押さえておきましょう。これを全面的に押さえてしまうと本当に誤認逮捕が起こってしまいます。まさに趣旨に反してしまいますからね。はい、よろしいでしょうか。そういうことで伊達さんのところを見ていきましょう。そうするとね、訪問っていうのは逮捕が行われたのは10月の27日午前2時頃のですね、窃盗未遂事件発生の1時間後である同日午前3時だということになります。はい、1時間ぐらい経っているということですね。はい、で事件と逮捕の間に1時間空いてしまっており、犯罪発生から逮捕に至るまでの時間的接着性があるとは言えませんと。さらにですね、P は犯行を言にしていないし、犯行を伺わせる証跡も認められず、単に V が犯人に間違いないと供述しているだけです。ですから、V が犯人であるかは推測にとどまるので、これを補充的に考慮できるにとどまり、逮捕現場の客観的状況から X が窃盗未遂を犯した直後であることの明白性を担保することもできませんということです。なので、現行犯逮捕の要件に充足しない。これがこの問題からするとね、素直な感覚かなというところではあります。犯罪に関してはそうかもしれないけど、この人が犯人だというところまでちょっとまだわからんということですね。誤認逮捕の恐れがまだ払拭できないということになるわけであります。いいですね。はい、なので1項は充足しません。2項です。2項に関してはですね、これはここに書いてある通りだということなんですけども、はい、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合ということですよね。はい、ここでは本件ではですね、まずはこの覚悟から見ていくということになります。はい、本件では X は犯人として追捕されていない上ですね、この臓物を所持しているわけでもないし、ですね、犯罪の証跡も認められないし逃走しようもしてないので、これはですね、覚悟にそもそも該当しないということです。はい。この条文上を見ていくと覚悟に該当しなければもうこれでおしまいということなので、それ以降検討する必要はないということになります。はい、なので、ですね、本件逮捕は適法だということでいいでしょう。はい、失礼、本件逮捕は違法ということですね。違法ということになります。はい、よろしいでしょうか。これはまあ感覚からするとやっぱりこれは違法ということでしょうね。この要件はやっぱり素直に考えていくと充足しないという方向に流れやすいのかなとは思います。はい、とにかくね、この判断基準の部分をしっかりと押さえておきましょうね。はい、最終的にこれ誤認逮捕の恐れがあるんじゃないかということで感覚的にねチェックしてみると正しい方向に導かれることが多いので、これまだ誤認逮捕ね、自分が逮捕者だったらこれ誤認逮捕じゃないのっていうことが払拭できなければ違法だということですからね。はい、よろしいでしょうか。そんな形で押さえておきましょう。これが設問1になります。問題の括弧1になります。それから括弧2ですね。はい、レシートです。レシートに関しては320条ということです。はい、公判期日における供述に変えて書面をね、証拠とする場合なので、伝聞証拠として、証拠能力が否定されるのが原則です。しかしですね、320条以降に該当する場合でもですね、指定する、必要がない場合がありますと。証拠能力を否定する必要がない場合があるんだということです。はい、なので、ここはね、いろいろ書いてあるんですけれども、ここに関してはですね、このですね、飛ばしてもいい部分かなとは思います。結局のところ公判期日における供述に変えて書面を証拠する場合であって、かつね、ですね、内容の真実性が問題となるものということで定義をもう上げて、あとは当てはめにいってもいいです。ここに関してはある程度ね、この丁寧に書いているところではあるんですけれどもですね、3ページ目のですね、この縦3の部分までですね、はい、ここまでに関してはもっともっと短くすることができます。はい、伝聞証拠に当たるかという問題提起をして、伝聞証拠とは公判期日における供述に代わる書面ないし供述で、かつ内容の真実性が問題となるものなんだということです。で、当てはめですね。はい。ということなので3ページ目のね2段落目かな。そうするとある供述証拠は伝聞証拠か否かは供述内容の真実性が問題となるかによって決せられると。で、供述内容の真実性が問題とならない場合は証拠能力を認めるべきであると解すると。ですね。そして供述内容の真実性が問題となるか否かは要証事実の関係で相対的に決せられますということになります。はい、ここまではもっと短くしていくということです。このそうするとの部分はね書いた方がいいと思いますけれども、伝聞証拠の定義を挙げて、ですね、供述内容の真実が問題となるか否かは要証事実との関係で相対的に決せられる。で、最近の問題というのはこの要証事実何なのかというところからまず確定をしていくということになるわけですね。はい、で要証事実を確定するためにはまず立証趣旨というものを見ます。で、立証趣旨というものを見て、ですね、その立証趣旨がそのまま要証事実になるのかどうかを判断していくんだということです。あとはね、その立証趣旨、多くは検察官ですね。検察官がその証拠から立証しようとするもの何なのかどうかというのを見て、最終的な立証命題争点との関係でどういう推認過程を経ていくのかということですよね。これを考えていくことがですね、伝聞と非伝聞のですね分水嶺分区別になりますので、そこを無視しないようにしましょうね。はい、それが書かれているのが縦3の部分です。はい、本件ではまず X は一貫して公訴事実を否認している。ということなので X の犯人性が争点となっているということになっています。はい、これ問題文に書いてありましたね。自分はやってませんということですね。これに関してね、犯人性を否認しているわけです。検察官が最終的に立証しなければいけないものっていうのはですね、構成要件該当性です。客観的構成要件該当性と主観的構成要件該当性と、それから犯人性ですよね。はい。で、犯人性を否定している。だからですね、これはですね、このですね検察官っていうのは X が犯行現場にいたことということをね、まず立証する。で、それによってその犯行現場にいたことということが間接事実ですね。これもね、間接事実として他の間接事実と相まって最終的にこの人が犯人なんだっていうことを推認させようとしてるんですね。この構造のことを立証構造とか証拠構造というふうに言います。これをしっかりと把握しましょうね。はい、よろしいでしょうか。いいですね、ここまでね。 X が犯行現場にいたことと検察官の掲げる立証趣旨通りの要証事実が設定されるということです。そうするとあとはどうやってじゃあね、このレシートがあることから、レシートの存在からね、X が犯行現場にいたことをね、立証ないし推認していくのかということを見ていきましょう。はい、そしてということで、それが書かれているのがですね、2段落目です。縦さんのね、レシートの発行元である飲食店は被害者 V 宅から 2km ほど近い場所にある上、犯行日時は被害発生時刻の1時間半前という近接した時間であると。このようなレシートが物色されたタンス付近で見つかった上、当該レシートには X の指紋が付着していることからすると、はい、X が犯行元飲食店を利用した後、犯行現場にてタンスを物色中レシートを落としたことが一応推認できるということですね。そうすると X の指紋が付着し、かつ上記のような発行元及び発行日時の記載がある本件レシートはその存在自体から要証事実を推認しうるんだということになります。いいですね。はい、これはですね、他の事実とかそういうものと相まってですね、結局のところその事実自体、存在自体からですね、推認できるということになります。なのであるね、証拠がですね、要証事実との関係でもそれが内容の真正が問題となるかっていうのはね、審理過程とか、あとは他の証拠の揃い方とかね、それから他に存在している事実とかそういうものとの関係で変わってくるんだということになります。いいですね。はい、なので立証趣旨っていうのは検察官が立てたものなので変わらないんですけど、要証事実っていうのはその審理過程によって、あるいは証拠この収集具合によって変わりうるものなので、これはしっかりと押さえておきましょう。それを踏まえて、でも基本的には当事者主義の観点から立証趣旨、検察官の立てた立証趣旨は基本的にはそのまま要証事実となるということです。大体実務でもそうです。大体は立証趣旨と要証事実は一致します。これはね、やっぱり検察官もプロですからね、これはね。はい、よろしいでしょうか。そこに関しては間違いないということが実務だと思いますけどね。例外としての判例とかもありますけれども、はい、よろしいでしょうか。なのでここでは争点をまず示す、立証趣旨との関係で争点を示す、そしてそのですね、推認過程というのを示す。そうなってくるとですね、これは存在自体から要証事実を推認しうるんだから、別にそのレシートの内容の真実性まで踏み込む必要はないということです。本当にその内容、レシートの内容が正しいのかどうかまで吟味する必要はないんだということになります。なので伝聞証拠には当たらないので、証拠能力が認められるという結論になっているということになります。はい、よろしいでしょうか。はい、伝聞証拠に関してはもうね、いわゆる趣旨とかそういうものを書いて「ふう」ということでね、終わってしまうとは結構あるんですけども、それじゃ点数にならないということですね。むしろその伝聞証拠とはという、先ほどからね申し上げているように、いわゆる形式説を示して、内容の真正が問題となるかを要証事実の関係でしっかりと吟味していく。で、必ず最近の問題には立証趣旨というのが載ってますから、その立証趣旨を示しつつですね、どういう推認過程を経るのかどうかというのところに点数があるんだというふうに思ってください。本文もまさにそうです。はい、よろしいでしょうか。はい、この2つはですね、これから皆さんがね、ここのですねロースクールの入試を超えてですね、予備試験司法試験というものを目指される時にね、ですね、とても大事な部分になってきます。このね、この括弧1括弧2ともにね。はい、よろしいでしょうか。なのでしっかりと復習をしておきましょう。はい、それでは2016年度の刑事訴訟法はこれで終わりにしましょう。